しかし、どの服もなかなか捨てがたいな。これを着たらどうなるか、イメージするだけで楽しいな。あ、どうかしたか？我が我の服を着ても、いつも通りの格好だから、節分お化けの扮装にならない？お、鋭いな。その通りだ。もちろんそれはわかってるぞ。扮装とするなら、我以外のものが着る必要があるな。なんだ、まだ気づいてないのか？我が着るのではないんだから、他にこれを着る人物は一人しかいないだろう。やっと気づいたか。そう、このうちのどれかの服を着るのはお前だ。さーて、お前にはどの服が似合うかな？いつもと違う格好となると、やっぱり着物がいいな。よし、決まりだ。まあまあ、そう恥ずかしがるなって。これも神社のため、我のためだ。もちろん協力してくれるよな。 せっかくの仮装だ。ウィッグや化粧で本格的に仕上げないとな。当日が楽しみだ。